内在秩序と外在秩序とは、量子力学の存在論的理解のために1980年に、デビッド・ボームが提唱した概念である。これらの概念は一つの現象を二つの異なる観点から理解するための枠組みを与える。彼の著書、全体性と内蔵秩序でボームは一つの現象が異なる見え方をすることをこれらの概念によって説明した。内在秩序、または 内包された秩序とは現実のより深くより基本的な秩序を表す。それに対して外在秩序または展開された秩序とは人間が目にするものの抽象概念である。内包された秩序においては時間と空間は異なる要素同士の関係における依存性、独立性を決定するのに主な役割を果たさない。むしろ時空とは全く別のレベルで 基本関係を結ぶ要素が可能となる。内在秩序においては、通常の時間と空間の概念及び、時空的に互いに独立して存在する粒子という、通常の概念は、より深い秩序から抽象される概念として、捉え直される。時間、空間などの通常の概念は、内在秩序の全体性から特別で、固有な形として、外在化もしくは、 展開された秩序において成立する概念となる。内在、外在秩序の思想は、粒子などの独立して存在する要素を、それらを含む全体が持つ、より深い秩序から抽象される概念として捉え直す、ことにより、それらの振る舞いを理解しようという試みである。例えば渦は、流体の全体の流れの一部として現れるものだが、渦を独立した要素とみなすことでその振る舞いを考える。 ことができる。しかし、流体全体の流れを見落として、渦の運動を考えようとすれば、渦の従う法則がどんな奇妙なものであれ、それを一時の法則として受け入れなければならないだろう。ボームは、これと同様なことが、現在の量子論でも起きていると考えたのである。量子論は、粒子の振る舞いを数学的に説明することに、成功したが、粒子の持つ波動性や、 非極財政などの奇妙な性質については、それらが日常的な概念と全くかけ離れているのに、かかわらず、天下り的に受け入れなければならないものとされる。内在、外在秩序の思想は、粒子や時空といった概念を一時の概念ではなく、それらがより深い秩序より抽象される二次的な概念とみなし、粒子の従う奇妙な法則を、 内在秩序から外在化された見せかけの法則として捉え直すことで、量子論の存在論的理解を与えようとするものである。デビッド・ボームとその同僚バジル・ヒリー、またはアークベック・カレッジの他の物理学者は内在秩序を大数、または前期科学により表現しようと試みた。彼らは時空を全空間と呼ばれる内在秩序の外在化とした。時空多様体や、 局所性や非局在性といった性質は全空間の持つ秩序から生じるのである。フレスクラと比例は内在秩序が台数により表すことができ、外在秩序がその台数より生じる表現になると考えた。アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドの実際に起きていることの概念と類似させて、ボームは瞬間の概念を考察した。 瞬間は時空の一点に完全に極在してはおらず、ある広がった領域を占めるものである。一瞬一瞬のこの時間は内在秩序の遮影であると考えるのである。遮影という言葉は好ましい言葉である。というのも一般的な意味としても妥当であるし、数学的な意味としての遮影も、また量子論において内在秩序を考えるにあたって必要な概念だからである。 ボームは内在秩序が提供する役割を強調した。私の姿勢として、量子論の数学的定式化において重点を置くのは粒子や場などの振る舞いではなく、内在された全空間の基本的構造及び時空などの基本概念がそこからどのように外在化されるかについてである。内在秩序は物質と意識についての統一的理解を与える、形状学的な基盤となる。 というのもこの概念によれば物質も意識のどちらも同様に全体の構造が部分に反映され内在化と外在化の連続する過程であるからである。例えば物質の場合粒子の運動は内在化、外在化の過程として捉えられる。粒子はある瞬間に外在化され位置や運動量などの性質が確定される。また次の瞬間には内在化され位置や 運動量が不確定になる。また次の瞬間には、時空上の少し離れた位置に、再び外在化される。時空上の限定された経路に沿って運動する単一の粒子という病像は、この内在、外在化の過程に対する禁似として成り立つ。粒子の波動性は、この内在化、外在化の過程で表現される。すなわち、位置の観測がされていない時の粒子は空間に、 内包されており、この内在化された粒子の秩序は波動関数によって表される。粒子が位置を測定するスクリーンなどに当たると外在化され位置が決定されるのである。内在秩序が意識にどう現れているかについては、ボームは以下のように述べている。物質についての考察と同様に、意識についてもどのように外在秩序が現れるかについて問わなければならない。 意識の内容は本質的に記憶に基づいている。そしてこの記憶が意識の内容をある程度定常な形に保っているのである。もちろん、定常性を保つためにはそれらの内容が比較的固定された連想によってだけでなく、論理、時間、空間、因果率、普遍性などの範疇によってによっても組織されていなければならない。 再帰的で安定かつ独立性を持った特徴を一時的で常に変化する経験の流れに対して当てはめる強力な基盤が出来上がるのである。これによって経験は比較的性的で分割された記憶の要素によって再構成され、それが一瞬のイメージとして見られるようになるのである。ゴームはまた次のようにも述べている。意識と同じように、 ある瞬間には、ある特定の秩序が外在しており、また同時に、他のすべての瞬間を内包している。つまりある瞬間と他のすべての瞬間との関係は、その瞬間にすべて内包されている。ボームは、意識を次のような内在、外在化のプロセスであるとした。つまり意識の内容は現在まで内在していた。内容が現在において外在化され。 また現在まで外在していた内容が現在において内在化されるという過程の繰り返しである。記憶は内在、外在化の過程の特別なケースである。記憶は物質として脳の各細胞に内包されている。再帰性と安定性を持つ比較的独立した全体の一部としての記憶は一般の物質の再帰性と安定性が維持される。 家庭と全く同じ家庭で維持されるのである。つまり意識において外在化される秩序は物質において外在化される秩序と全く異なるものではないのである。ルービックキューブの操作は秩序の内在化、外在化の過程を視覚的に表す。開花は目に内在する秩序の外在化である。ボームは開くという言葉を内在秩序の外在化の過程を表すのに用いた。 ボームは例としてテレビが電波から信号を受け取って映像を映し出すことを挙げた。電波に含まれる信号やテレビの電気機器は内在秩序であり、テレビに映る映像が外在秩序である。彼はまた例として次に述べる現象を取り上げた。壁が回転する円筒の容器にグリシンなどの高い粘性を持つ物質を入れ、そこにインクを注入する。その後、壁を ゆっくりと回転させると、粘性物質は壁の回転により引きずられ、インクは粘性物質と混ぜられて見えなくなる。しかしながら、この壁を逆方向に回すと、初めのインクの液滴の形が復元されるのである。インクの液滴の形が見えなくなった時、インクを構成する粒子は粘性物質の全体に均等に分散する。しかしながら、インクの液滴の形の情報は、 火逆的な形で粘性物質全体に保存されている。ボームによれば、この時、インク液液的の秩序が粘性物質に内在しているのである。壁を逆回転させた時に、粘性物質全体に内在化されたインクの形状は、再び外在化して目に見えるようになる。ボームはまた別の例として、切り紙を取り上げた。切り紙では折りたたんだ紙をハサミで切った後に、 それを文字通り開くことで紙の全体に広がった模様が作られる。ここで折りたたんだ紙の上の切れ目は内在秩序を表し、紙全体に広がった模様は外在秩序を表す。ホログラムでは観光フィルムの各領域に三次元像全体の情報が含まれている。ボームはホログラムを内在秩序を特徴づけるものとして取り上げた。 ホログラムで用いられる観光フィルムには、そのどの部分にも三次元像全体の情報が含まれている。ここに秩序についての新たな考え方の目を見ることができる。この秩序は、ものの並びによっても、事象の起こる順番によっても理解することができない。むしろ全体の秩序は時間と空間の各領域に内在的な形で含まれているのである。ここで内在的インプリシットとは、 内包するインプラケイト、インホールドインワードリーという言葉に基づいている。ホログラムの観光フィルムの各領域には像全体の構造が内包されているのである。科学、秩序、創造性において、ゴームとピートは絵画、詩、音楽と内在秩序の考え方の関係性を述べた。彼らによると人間は芸術において音のつながり、言葉のつながり、イメージなどにより、 内在秩序を外在化しているのである。秩序に関する新しい考えによって、リビット・ボームは下記に述べる多くの一般に浸透している考えに対して疑問を投げかけた。現象は粒子などの性的な要素の振る舞いについての基本法則により説明される。人類の知識は本質的に粒子の振る舞いについての数学的な予測に基づいている。 思考と現実の持続的な区別が可能である。また観察者と観察される対象についての持続的な区別が可能である。ボームの思想はこのような考えと相反するため多くの人から知り添けられた。彼のパラダイムは還元主義と相反する。ボームは物理学者の間に浸透している信念として世界は独立して存在する。 分割不可能で普遍の基本粒子により構成され、この基本粒子の振る舞いを知ることによりこの世界のすべてが理解できるがあると述べた。ボームの秩序の考え方によると、全体を構成する個々の要素ではなく、全体に内包されている秩序に重きが置かれる。この考え方では、粒子などの個別の要素は、あるレベルでは実在しているとみなせるが、別のレベルでは単なる見せかけに過ぎないのである。 この考え方に内包されているのは、あらゆるものは本質的に分割不可能であるということである。ベーム1980、P11。この新しい洞察を名付けるとすれば、流動する不可分の全体性となるだろうか。この見地では、流れは流れの中に消滅するものよりも根源的なものとして捉えられる。流れの中にできる渦は比較的安定した構造を持つが、 渦が全体の流れとはっきり特別された境界を持つとは言えず全体と不可分なものなのである。ボームによれば全体は連続する流れであり、ホロムウーブメントと呼ばれるのである。ボームが新しい秩序の考え方を持つに至ったのは、量子論と相対性理論のよく知られた不正語がある。ではこの問題を以下のように述べた。相対性理論においては運動は 連続的であり、因果率に従い、よく定義されている。しかしながら、量子論においては、不連続で、因果率に従わず、またよく定義されていない。どちらの理論もそれ自身の持つ性的で、断片的な実在によって、記述の形式が制限されているのである。このため、それらの基本的な構成要素を捨て去りながら、両者の基本的特徴を兼ね備えうるものが、 新しい理論の形として浮かび上がるのである。この新しい理論においては、旧理論の特徴は、不可分の全体に内在するより深い秩序から派生するのである。内在秩序のアプローチの以前は、ボームは隠れた変数理論を提案していた。ボームによると、彼が隠れた変数理論を唱えたのは、純粋にそのような理論が構築可能であることを示すためであった。 これについて、ベーム1980、P81 はこう述べている。ここで重要なのは、この提案の以前までは、隠れた変数理論は全くありえないという印象が広まっていたことである。たとえ概念上もしくは仮想的なものであれ、隠れた変数理論は、量子論と相入れないと思われていたのである。ベーム1980、P110 はまたこのように述べている。 隠れた変数理論が可能であることを示したのは、ある特定の理論がどれだけ広範囲において成り立つものであろうが、その理論の持つ特定の特徴もまた一般的に成り立つと考える理由はないという、どちらかといえば思想的な意味合いを持つのである。ありがとうございます。